是枝裕彦のワンポイント健康レッスン。こんばんは、是枝裕彦です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。8月もね、後半になりまして、この間暑い日々がね続いたんですけども、急になんか涼しくなってきて、まあ8月は雨もいっぱい降ったりとかですね、土砂災害もいろいろあったりとか、結構ね大変な月だったんですけれども、これから秋に向かってですね、まあそうですね、ワンポイントとして、こういうふうにしたら体にいいですよとか、今日はですね、夏の疲れ、夏バテ防止をどうしたらいいかとか、そういういろんな話をですね、今日はいろいろお話ししたいと思います。そして今日はですね、素晴らしいアシスタントも今日からやっていただけるようになりました。ではアシスタントのご紹介をお願いします。はい、アシスタントの大森葉月です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。大森さんはね、まあいろいろお仕事もねやってると思うんですけども、今日はアシスタントとしてね、はい、できるだけ皆さんにいい情報をお伝えするということで、元気に大きい声で頑張りましょう、はい、ね、よろしくお願いしますね。まあこれからね、まあ暑い時期もねだんだん終わってきて、これから秋になってくると結構夏バテとかねしやすくなっちゃうのね。で、夏の暑い時って結構汗かくじゃないですか。そうですね。ね、汗ってかくと結構しょっぱいと思いませんか。しょっぱいですね。ね、しょっぱいよね。はい、あれ体の中の塩分、ナトリウムが汗かくと出てっちゃうのね。うん、そうすると血管の中の塩分が出てっちゃうと血管の圧力が下がってっちゃうの。はい、例えばね、血管の濃度が塩分が濃いと中に水分が入ってきて薄めようとするから、血管の中に水分が多くなって圧力が高くなっちゃうから血圧が上がっちゃうの。だからよく血圧高い人は塩分取っちゃダメですよっていうのはそういうことなのね。で、逆に言うと夏なんかはよく今最近は塩分のある飲み物とかね入ってるけど、多いですね、多いよね、そういうのがね、はい、そういうのがねやっぱり取らないと今度は血液中からナトリウムがどんどん出てっちゃうから、血管が細くなっちゃって貧血状態にもなってっちゃうと。まあ、それが循環悪くなると熱中症とかね、まあ、今最近は涼しくなったからいいんだけど、そういうふうになりやすいということがあるよね。で、やっぱりそういう塩分も取りすぎると血圧が上がっちゃう、少ないと今度は貧血状態になっていっちゃうということもあるんですよね。だからその時期に合わせて適度に塩分も取っていきましょうと、水分も取りましょうというふうにね。お水なんかはよく1日まあ、2リットルぐらい取った方がね、いいとかって言いますよね。うん、やっぱりそういうふうに少しずつ取っていかないといけないというふうにね言われてます。で、よく先ほども夏バテの話をちょっとねお話ししたんですけど、はい、秋になってくるとだんだんこう体がこう疲れちゃったりとか、ちょっとだるかったりとか、まあ、ちょっとモチベーションが上がらないみたいなこともあるんでね。で、そういう時はどうしてかっていうと、要するに夏の時って結構冷たいもの飲んだりするでしょ。飲みますね、アイスとか。アイス好きですか。大好きです。どんなアイスが好きですか。ソフトクリーム。ソフトクリームですか。はい、ミックスとかね。あ、そうですね、あるよね、チョコレートとかね。はい、僕はチョコがいいですね。ノーマルですか。はい、だからどうだって感じですけどね。まあそのアイスをですね食べたりとかね、はい、あと夏冷たいもの飲むじゃないですか。飲みますね。飲みますよね。そうすると腸内のお腹の中の体温、温度が下がっちゃうのね。うん、まあ、ラジオでも今言ってんだけど、腸内温度が1度下がると免疫力がやっぱり 25% 前後下がってしまうというふうに言われてるのね。だから夏冷たいもんいっぱい取るじゃないですか、飲んだりとか、はい、でやっぱりエアコン入れて寝たりとかするじゃないですか。そうすると体の深部が冷えてくると体の免疫力がちょっと下がってしまうと。だからこれから秋口にかけてはちょっとあったかいものを取るようにしましょうとね。コーヒーでも紅茶でも結構ですけど、ちょっとあったかいものを取ると腸内が温まりますので、まあこれからはちょっとですけど、生姜なんかもね、いいですね、発汗体温上がることもできるんでね、はい、まあぜひそういうのを取りましょうというのが今日のワンポイントでね、皆さんにお知らせしたいと思いました。そして今日はですね、とても素晴らしいゲストに来ていただいてまして、まあそのゲストはですね、まあ姿勢とかとても綺麗な方なんでね、うちなんかもこういう治療の番組でですね、体の姿勢健康とかお話ししてるんで、ぜひいろんなねお話をお聞きしたいと思います。はい、じゃあご紹介お願いできますか。はい、今日のゲストはファッションコーディネーターの山田美香子さんです。はい、どうぞ。じゃあ拍手でお迎えください。どうぞ、こちらで。はい、真ん中お座りください。すいません、前から失礼します。どうぞどうぞ。はい、お願いします。どうぞ。もう素晴らしいですね。姿勢が非常に綺麗なんでね、いや本当に勉強になります。いいね、
以前もちょっとラジオに出ていただきまして、はい、今日はネットのテレビでですね、はい、ライブで流れてますので、はい、皆さんにいろんないい情報をお伝えしたいと思いますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。この番組は特に健康の番組ということでですね、皆さんにいろんな情報をお伝えするということで、はい、前半はちょっとフリップを使いまして、はい、体がどういうふうにしたら曲がっちゃうよとか、こういうふうにするといいですよみたいなのをちょっとお伝えすると、はい、で後半はゲストコーナーありますので、はい、いろいろ深いところざっくり聞いてまいりますので、お手柔らかにお願いします。ぜひよろしくお願いします、はいはい。じゃあ早速ですけれども、AIC 整骨院グループの治療法というのでフリップがありますので、そちらをちょっと一緒に見て勉強していただければと思います、はい。フリップ出てますでしょうか、ね。いつも言ってるんですけども、まずこれ座敷の脊椎骨盤矯正法、これどういうのかというと、骨盤をと背骨をまっすぐにして神経血管の流れをまっすぐにしましょうというのが1番ですね、はい。で2番目が瞬間脱力筋弛緩法、筋肉を収縮させて瞬間的に抜くと筋肉の2点間の距離が伸びてくる、例えば10センチの筋肉が11センチになれば可動域も広がるし、柔らかくなることによって循環も改善しますよというのがこの筋弛緩法なんですね。で3番目が血流リンパマッサージと、よくご存知だと思うんですけれども、リンパ節ってよく風邪ひくと顎の下とか耳の下とかってあって、はい、あとよく鎖骨とか脇腋下とかね、脇鼠径部股の付け根あるんですけど、はい、そういうところに向かって流れる流れがありますので、うん、はい、そういうのをどういうふうに改善したらいいよっていうのはこの3つの柱であるというですね、うん。ちょっと難しくなっちゃいますけど、ちょっと頑張っていきましょう、ね、はい、ね、漢字ばっかり多いフリップで皆さんすいませんって感じですけどね。で次のね、フリップいってますでしょうか。今立ってる一番、そうですね、向かって右側立ってる姿勢ですね、うん。で右から向かってだと右が2番目ですね。ちょっと膝を45度90度曲げて股関節45度曲がってる。ここまでは右の2つは骨盤が三角形、白い形ですけどずれないんですよ、うん。ところが今座ってる、我々こう座ってる状態、もしくは座りながらこうパソコンやったり書き物して前にかがんだりする状態になると、こういう状態だと骨盤が後ろにねじれてしまうということなんですね。あとで実地の時もちょっとやりますけれども、ちょっと骨で説明しましょうか。あとでまた椅子を使ってやりますけどね、ちょっと前の方でよろしいですか、はい。これ骨ですね、はい。これこっちがお腹の方で、この出っ張ってるのが背中の方ですね、はい。で骨盤になります。で今立ってる姿勢ですね。でさっき言った股関節が45度までは骨盤はねじれないんですけど、今こう座ってる時骨盤がこう90度なりますよね。ちょっとこうちょっと強く締めすぎてますね、はい。スタッフがさっき締めてましたでこれは90度になった時にどうなるかというと、骨盤が後ろにこういうふうにねじれるんです。そうするとこの真ん中の骨が前にずれてしまうと、で前に行った分だけ今度は後ろに行くという S の字が強くなるということが起きるんですね、そうするとここ仙腸関節っていうんですけど、このブレが起きることによって左右の形が変わってしまうとねじれも起きてしまうと。だからここのブレの調節は大事ですよということですね、うん。これが今フリップ、またもう一回フリップいきますでしょうか。フリップの左から2番目、骨盤がこう後ろにちょっとねじれてますね。これは寛骨、この骨がこういうふうにねじれてしまうということなんですね。でこの状態で前かがみになってこう書くと、書き物するとここの関節がすごいずれてしまうと、ここのところですね、うん。これを皆さん気をつけましょうと。これずれないためにはどうしたらいいかというのは後で実習の時にやりますので、椅子を使って説明したいと思います、ね。で次のフリップに行きますけども、この土台が曲がると、今は前後面でしたけども、左右で曲がるようになると単純に右に曲がってのが戻ると C カーブになって、でまた戻って S カーブ、今度は SC 混合タイプということで上のねじれが起きてくるということなんですね。でこういうねじれが起きてくると、骨と骨の間の出てる、例えば今 C の6って書いて首の骨から出てる神経が圧迫されちゃったりすると、うん、腕のセンセーション親指側がこうしびれちゃったりとか、あとこう手を曲げる筋肉の力が落ちちゃったりとかっていうことがあるんですね。でこういうのによってどこが悪いかっていうのをこう一つの目安として見ていくというのがこう治療法になってくるわけなんですね。で次のフリップへ行きましょう。で今度 L5 っていうね、皆さん見えますでしょうか。この L5 というのは腰から出てる、腰の骨って5個あるんですよ、はい。でそこの一番下から出てる神経が、刺激されると
ちょうど足の真ん中辺がこう痺れちゃったりとかする人っていうのは L 子なんですね。で足の親指が上げにくくなっちゃったりとかっていう人がいると L 子の問題があるんじゃないかという予測がつくということなんですね。この足痺れたりとかそういうことはないですか？ないです。ない、姿勢いいですもんねビューティー関係のね、やっぱりやって姿勢もいいからね、まあ、こういうのが出ちゃう人も曲がってる人はいるのでね、まあ、そういうふうにならないためにはどうしたらいいかっていうのもね、うん、まあ、後であのいろいろビューティーね、はい、トータルコーディネートファッションコーディネーターということでですね、はい、そういうところいろいろお話をちょっと、はい、詳しくお聞きしますけど、はい、まずちょっと最初こういうのでやっていきましょう、はい、で次のフリップがですね、ちょっとあれですね、次のフリップが、そうですね、ちょっと動かないですね。じゃあ次のフリップはですね、また後半ちょっと通してですねやっていきたいと思いますけども、まあちょっと難しい話でしたかね、大丈夫ですかね。大丈夫です一気に走っちゃいましたけど、はい、要するに曲がってるのをこうまっすぐに、しましょうと、そうすると神経の巡りも良くなるので、はい、だいたいねそうまっすぐにしとくと、例えば40、50、60、70になった時によく70になって背中がこう丸くなってるおばあちゃんと背中でもピンとしてる方のこの差は絶対出てくるんですよ。で特に今姿勢いいんでね大丈夫だと思うんですけども、ちょっとやっぱり普段から今日も後で曲がらないどうしたらいいかって皆さんにお伝えするんですが、そういうのもやっていただけるとより一層、だいたいその60、70になってくると椎間板って薄くなってくるんですよ。だそういうのも曲がった状態で圧迫されてると片っぽに薄くなっていっちゃうんだけど、まっすぐにしてれば相当同じような状態で減ってくるので、曲がりがないということもできるんですね、うん、そういう意味では姿勢は大事なので、まあ、その辺はまた後半ですねちょっとお話ししていきたいなと思います、はい、じゃあちょっとここでコマーシャル入れさせていただいて、また後半に続きます。じゃあここでちょっとコマーシャル入ります。それではですね、後半の下の方のね、さっきの L5 って腰の骨やったんですけど、そこの下どういうのがあるかっていうのをね、ちょっとやっていきます。で、S1 って言って腰の骨の下の、要するに骨盤ってあるじゃないですか、はい、そこの上に真ん中に骨が三角形になるんですけども、はい、そこから出てる神経が圧迫されると足の外側、見えますかね、センセーションって S1 出てますと思う、はい、外側がしびれちゃうんですね。だから場所によって出る神経の支配領域が違うので、そういうところからどういうところが悪いのかなっていうのもアプローチできるということなんですね。で、まあ、ちょっとまた漢字ばっかり出てくるのフリップがですね出まして非常に申し訳ないんですけど、今度筋肉のお話をね、さっき神経が体ぶれちゃうと圧迫されてその支配領域が痛くなったりしびれちゃうよっていうのがさっきの神経の話で、今度は筋肉のお話なんですけど、横門筋と平滑筋ってありまして、どういうのかっていうと、横門筋っていうのはこう曲げたり伸ばしたりこうする随意筋っていうんですけども、その自分の意思で動かせるものが随意筋って言って、自分の気持ちで動かせる、例えば曲げろとか伸ばすとかしゃがむとか立つとかっていうのはみんなこういう横門筋なんですね。で平滑筋っていうのは内臓にありまして、腸とか
例えば寝てる間も動いてるんですよ、こうやって、うん、食べたものが胃袋でこうやってどん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 押してこう下に行って24時間ずっと動いてるんですね、うん、で人間の基礎代謝っていって基本的に使うエネルギーって一番使うのが腸の動きなんですよ、うん、要するに呼吸したりとか普通の生活してる上で一番使うのが腸の動きなんです。で一番使う腸の動きはいつ使うかっていうと夜寝てる間に一番動くんです。だからトイレは朝行くじゃないですか。そうですね、ってことは夜中ずっと頑張って腸とか小腸とか大腸を通ってきたのが朝になってポンと出るという感じなんですね。まあ、そういうのが付随筋って言って腸の動きって自分で意識して動かせないじゃないですか、うん、はい、そういうのが付随筋ですね、うん、でさっき言った横紋筋っていう筋肉、要するに曲げたり伸ばしたり筋肉はどういうのか、はい、次のフリップがね皆さん見てますよ、収縮と弛緩って書いてますけども、収縮するときはどういうふうにしたら収縮するのか縮んでるのかっていうのは、例えばこう曲げるじゃないですか、筋肉力こぶできるじゃないですか、あれはどうしてできるのかということなんですけど、下の方ですね、赤い線が並んでると思うんですけども、普段緩んでるときは右側の下見ると赤い2個と1個ずつが並んで緩んでると思うんですけども、あれがですねミオシンとアクチンという物質なんですけども、収縮すると中にこう入り込むんです。入ったり出たり入ったり出たり、これが例えば疲れたりとかしてよく乳酸とかっていうんですけど、マラソンこういっぱいしたりして足がカチカチになっちゃったりとか、なんか重いものいっぱい持ったら手が硬くて動かないとかっていうのは、こう筋肉内のこういう隙間に乳酸が入っちゃったりすると動かなくなっちゃうんですね、うん、でこういうのを動かしするために収縮させて、さっき言った筋弛緩法って緩めることによって二点間の距離を伸ばすというふうにして柔らかくするということができる、これがこの横紋筋というメカニズムなんですね。でこの後にですね次の絵を見ますと、ちょっと本物なんですけど大丈夫ですか大丈夫ですか、はい大丈夫です、ね、皆さん見ますか、頭骨神経、尺骨神経って出てるんですけども、ちょうど肩のところですね、肩のところにこういう神経がありまして、うん、その脇に大きな筋肉があるんですけども、まあ、この神経の大元が首の骨から出てる。でこういう筋肉の神経も隙間走ってますので、うん、筋肉がこう固く収縮しちゃったりすると通り道で圧迫したりするとそこでも痛みが出る場合もあるということなんですね。だからどういうところに神経走ってるかっていうのもちょっとイメージするのも大事だし、うん、ちょっと今脇ですね、さっきリンパで言いましたけど、はい、この脇っていうのはリンパ節もあったりとかこの神経があったりとか大事なものなんですね、はい、で大事なところには変な話ですけど毛が生えるんですよ、うん、例えばですね目の上、はい、眉毛ありますよね、はい、これは汗が入らないようにしたりとかで脇も毛が生えるじゃないですか、はい、これはリンパ節があるから理にかなってるわけなんですよ。普通擦れるところにあるとちょっと危ないじゃないですか、で、まあ、真ん中も大事なところにもあるわけですねという話につながるんですけどで結局ですねなぜ毛が生えるかっていうと頭も髪の毛あるのも守るためなんですよ、はい、守るためサインなんです、はい、例えばですね手を骨折するじゃないですか、はい、手を骨折したところは毛が濃くなるんです。骨折したとは毛が濃くなるんですよ。手ここポキッと折れるじゃないですか。そうするとここの毛が濃くなるんですね。要するに守ろうとするのもあるし、あと腰が悪い人は腰の後ろに毛が濃くなってくるんです。まあ、胸毛ある人はちょっとそれは分かんないですけどねそれはまた別ですけどね、まあ、そういう毛っていうのは大事なものなんですよと、まあ、ホルモンの関係もあってね、男性の場合はヒゲとかいろいろありますけど、まあ、例えば目とかもその汗が入らないようにとか、はい、まつげにしてもゴミが入らないようにとか、鼻でも鼻毛があるのも要するにこのフィルターなんですね。見えるとかっこ悪いって言うけど鼻毛がいっぱい出てる人っていうのはもうフィルター作用があるということで好意的に考えればすごくいいことみたいな感じなんですねまあそういうふうに、まあ、その逆に弱いところ守るべきところには毛が生えてるんですよという、そういうところは逆によく風邪で熱が出た時なんかは脇を冷やしたりとか股の付け根をとか首の付け根を冷やすと体温が下がりやすいと、よくおでこにこう貼ったりしてるじゃないですか、はい、まあ、あれは気分的なもんで実際もし下げるんだったらリンパ節を下げた方が下がるというふうに言われてますね。でまあこういう神経と、あとまあ次のフリップでこういう筋肉ですね、これが腸母趾外転筋、短母趾伸筋、腸等側手根伸筋、伸筋したいもうね分かりにくい名前がいっぱい出てますけど何みたいな感じですけどね、まあ、簡単に言うとまあ手はいっぱいこう筋肉がありまして、でそこの伸筋したいって言って左側の範囲ですけど、これベルトで押さえてるんですね、こうやって。
で筋肉ってここからここまで全部つながって、これが収縮すると上がったり下りたり上がったり下りたり、ここの筋肉が縮むことによって手が上がるんです。で逆にこっち側の内側の筋肉が縮むことによって手が曲がると、でこれで両方でこう上がったり下りたりとかっていうことが起きてるわけなんですね。まあだからこういうメカニズムもちょっと知っておくと筋肉を柔らかくしたりとか、まあ一番健康のためにはまあ神経の流れを良くするということと、あとは筋肉を柔らかくしてあげると、でその体がぶれないようにしたらどうしたらいいかっていうのも後で、まあ実地の方でまたさっき座ってるやりましたけど、そういうのもちょっとやらせていただきますのでね、まあちょっとこんな感じでね、いろいろいっぱい走ってきちゃったんですけどすいませんね、難しいことばっかりね、勉強になります、漢字ばっかりいっぱいですね何これって感じですよね。まあとりあえずまあ気持ち的に なんかちょっとでもいいことを伝えていただければなということでね、まあここでちょっとワンクッション入れさせていただいて、またじゃあ後半はちょっと山田美香子さんのですねぐいっと攻めてまいります、ね、よろしくお願いします。じゃあここでコマーシャル入らせていただきます。それではですね、これからはゲストの方のですね、いろいろなところ、今日も本当姿勢が良くてですね、背中ピンと伸びているので、いろんな皆さんにいい情報を伝えられると思いますので、ちょっといろいろ聞いていきましょうということでね、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、まあ、自己紹介って言ったらあれですけども、はい、まあ、今ちょっとお聞きしましたら、ウォーキングの講師をされていたりとか、はい、まあ、山田美香子さんはですね、まあ、山田優さんと息子さんですよね、金太郎さんですね、金太郎さんのお母様でいらっしゃいますし、もう DNA が素晴らしくてラジオ出た時も姿勢がとても良かったので皆さんに見せたかった、今日はライブで見せられますので、ぜひね楽しみにしていただければなと思います。この番組いろいろね、ちっちゃい頃からのお聞きしていくんですけども、はい、まず幼少期っていうか、ちっちゃい頃はどんなお子さんだったんですかもうですね、自然の中で暴れ回る野生児みたいな。野生児ですよ沖縄でしたもんね。そうなんです、沖縄ですね。じゃあ山って 海が泳いだりとか。海、そうですね、私が住んでたところは中部だったので、もうどこに行くにも海に行くには30分圏内で行けたので、うん、あの真ん中辺ってなんか女村とか、あの辺は結構ホテルありますね。もうちょっと上ですね。もうちょっと上の方ですか、はい、ちょうど女村と那覇、うん、の間ぐらいですね。そうなんですか、はい、なるほど。じゃあちっちゃい頃は、まあ、いろいろ走ったりとか、そうですね、聞くところによってなんか陸上部で。そうなんですね、もう小中高とずっと陸上をやってまして、陸上でなんかね、皆さんなんか記録あるんですよねそうなんです、私の頃はまだ80ハードルって、今は100に変わったんですけれども、その記録を持っているので、ちょっとこのレコードは崩れないみたいな。すごいですね最後のでやっぱりそういう走ったりとかね、はい、それで背伸びたんですかね。どうなんです、ちょうどなんか陸上なので、夏はずっとグラウンドに出て、太陽の光、光合成とか光合成なるほど、はい、酸素作ってたわけですね。そうです、だから多分中2の夏休みで10センチ伸びました。あ、そうですか、やっぱりちょうど伸びる時にいい感じで運動したかもしれないですね、はい、なるほどなるほど。じゃああれですか、走ったりとか泳いだりとかもするんですか。泳いだりもしました、ずっとスイミングスクールに行っていたので。海とか潜ったりとかするんですか。潜ります。じゃあなんか海潜ってなんか取ったどうみたいな感じでありますか。そこまではしないんですけど、一応熱帯魚と一緒に泳いだりはします。泳いだりとか、まあ沖縄の海綺麗ですからね、やっぱり ね、そうですね、ああいう環境にいるとね、すごく伸び伸びされてるし、もう本当にもうすごくお若くし綺麗だし笑顔が素敵なんでね、若くないんです、こういう大人にならないと、はい、ダメだよダメだよなんて言ってたけどね、まあ、今されてることいろいろビューティーアドバイザーとかっていうことなんですけど、はい、まあ、ちょっとお聞きしたら、昔ミス東京とかミス沖縄とか
18の時にミス東京すごいですよねやっぱりそういうのからこういう先ほどウォーキングコースを基本して、はい、そういう方面にこうそうですねビューティー関係それがきっかけで、あのモデルのお仕事を始めました。あ、なるほど。どういうモデルさん、今までやってきたんですか？私はあのその頃に身長が結構あるので、ショーモデルをずっとやってたのでずっとウォーキングを、はい、ウォーキングもね、やっぱりこの姿勢をピンと伸ばしてね、そうです、こうよく糸で釣ってるとかね、よく聞きますけど、ね、本のスタイルとかね、バランス大事ですよね。バランス大事ですね、やっぱり。いろいろあれですよね、ミスユニバースの方でもいろいろ講師としてね、はい、あのビューティーキャンプの方でウォーキングレッスンだとか立ち振り舞いを教えてます。なるそういう、まあ見た目と同時にやっぱ中身も大事ですよね、やっぱりね、そういうところは ね。なるほど、なるほど。まあ、今の現在やってること、今仕事始めるきっかけはもちろん18歳の時ミス東京になってからと思うんですけど、はい、東京ミス東京に出るきっかけっていうのは何かあったんでしょうか？きっかけはあの学校の生徒全員出したんですね。あ、学校、そうです、神田外語に行っていたんですけれども、はい、あれでした、学科はスチュワーデスか、スチュワーデスかです。じゃあもうスチュワーデスになるというインテリアスわけですね、はい、いやでスチュワーデスからこっちの方に来たってことですね、はい。まあ、やっぱり天は二物三物を与えちゃったみたいな感じで英語もじゃあ得意、スチュワーデスだとやっぱりですよね、はい、英語は普通にしゃべる、普通、はい、普通、日常会話をしゃべる、まあそんな感じでですねもう天は三物四物って感じでねやってますけど、なるほど、なるほど。まあそういうので今いろいろビューティー関係でね、まあそういう姿勢正すってことは、さっきもここでもお話ししたんですけど、はい、やっぱり神経の巡りとか血液の流れも良くなりますのでね、うん、そういう意味ではとてもやっぱりいいことだと思うんですよね、はい、だからその特別な人じゃなくて一般の人もね、はい、そういう先ほどあるウォーキングのね、はい、あれもねちょっとやっぱりどういうふうにしたらいいとかっていうのもね、うん、やっぱり啓蒙していくっていうのはねやっぱ大事ですよね、うん、やっぱりね健康にね、なるほど。本当にショーウォークではなくて普通のウォーキングでも全然違ってくるので、一緒だと思うんですね。とりあえず私たちは最初に壁に持たれて、うん、かかと、ヒップ、肩ってぴったり合わせてそのまま一歩前に出るっていう基本姿勢をやってから、うん、立つ、座る、歩くっていう基本の動きに入っていくんですね。なるほど、なるほど。その先ほど壁についてるのはすごい姿勢にとってはすごくいいんですよね。はい、そうなんですね。さっき絵がありましたけども、はい、こう横から S の字になってるのがちょうど医療的な立場から言うと、はい、4日見た時に耳と肩と腰と膝が一直線になると理想なんです、うん、はい、そういう意味では壁についてくるっていうのはもう非常に理想で、どうしてもね壁つかなくてこう丸くなっちゃったりとか ね。特にデスクワークとかパソコン一日やってる方っていうのは座ってこんなになってると、うん、もう気がつくとそれで固まっちゃったりとかね。だからよく肩の筋肉なんかもね、姿勢がいいとこの矢印も真上にあると安定してるんですけど、はい、ちょっと曲がるとグンと曲がっちゃうんですが、はい、そうすると筋肉にすごい負荷かかっちゃったりとかもあるんでね、まあそういう意味ではこう姿勢っていうのはとても大事なんでね、まあいろいろアドバイス後でお聞きしますので皆さん楽しみにしていただければと思います。でいろいろそうですね、ターニングポイントっていうんですか、人生のなんかいろいろ、まあ、今までやってきて特にこんな時変わったよとかなんかありますか？そうですね、先に娘の方が東京に出ていて、雑誌のモデルとかをやっていたので、ゆうちゃんがそうですね、そうです、その時にちょっとアドバイス受けたのは、うん、なんかくっつけないでとか、自分が先に雑誌のモデルとかをやっていたので、うん、私アドバイスしてくれるんですよ、いろいろそういうところちょっと前でちょっと最初の撮影の時についてきてくれたので、うん、前でポージングしてるのを見て、立場逆転みたいに思ったりしたんですけどすごいいい意味で二人とも芸能界にいるので、うん、そうですね、いい意味でお互いに切磋琢磨し合っているっていうところがすごい、うん、いや本当にそのゆうちゃんも山さんもなんか2人ともねこう見る方からすると自然な感じするんでね、はい、こうスーッと入ってくるような感じだ、そういうふうに育てられたねなんかあるんですか、なんか秘訣みたいな、秘訣っていうかもうとりあえず好きなことは何でもさせました、うん、あもうノーって言ったことはないですね。あ、じゃあ何やりたいって言ったらどんどんやらせて、ポジティブにいくわけですね。ポジティブに、なるほど、本当にポジティブです。もうじゃあ特にこうなんかやめなさいよとかじゃなくてどんどん、いや私勉強しなさいも言ったことないです。あ、お母さんですねいやそんなことないと思います。私もねそういうふうになりたかったやれって言われるとよくやりたくなる。そんなことないですか山田
田さんご母さんの方がいいよね、はい、いいよね。まあそういう自分でやっぱりどうしようっていう意識も強くなるかもしれない。自分で考える力もある、ね、自分で考えないと、うん、そうですよね。ほっといたらもうどうするのって自分で考えさせるようにはしました。あ、それは一番大事ですね、はい、やっぱりどうしてもこうしなさいこうしなさいって言うとそっちの方向でも考える力がなくなっちゃうからね、はい、そういう意味ではもう小さい頃からそういうふうにされてると、うん、なるほど素晴らしいですね。これからこういろいろやっていきたいこととかっていうのは何かあるんですか。はい、これからはやっぱりあの育成にすごい育てていくっていう、子育ては終わったんですけども、来月おばあちゃんになっちゃうんですけど、そうですよね、ゆうちゃんが、はい、もうなんかやっぱりそういうふうにあの育てていくっていうのすごい楽しいので、うん、あのモデルの育成だとかそういうのに力を入れていきたいなと思ってます。そうですね、まあ、いろんな、ね、そういう情報を伝えてって、ね、うん、いいものを伝えていくと ね、やっぱりそれって広がりますよね、うん、やっぱりね。でもおばあちゃんに見えないね。見えないですね。この感じは、この感じって言ったらおかしいですけど、このね、背筋のピンというか、ね、綺麗な感じというか、ね、もう、なんて言ったらいいんでしょうって本当にね。羨ましいですね。ね、ありがとうございます。古風なんだけどダメだ。はい、うん、ね。で、どうしたらそう綺麗になれるかという、ビューティー面、健康面で、なんか気をつけてることとか。気をつけてることはですね、あの無理をしないっていうことと、あと絶対にダイエットとかできない性格なんですよ、うん、なんか食べないとか、うん、何かあの規制とかされるのが、うん、なんかそういうファッションモデル関係だとなんかそういうことね、無理やりやったりとかよく、そうですね、元々体育会系だったのでもう食べたら動く、うん、それを元にしているので、歩いたりとか結構歩いたりとか、一応ワンちゃん飼っているので一緒にお散歩行ったりだとか、うん、あとはあのヨガだとかそういうところが好きですね、やっぱり、うん、歩くのってすごくいいらしいですよね、うん、あのまあちょっと専門的な体幹の筋肉って言って、はい、ご存知だと思うんですけど、体の真ん中の内腰筋とか臀筋とか大腿四頭筋とかっていうのを一番使うと基礎代謝が上がるんで、基礎代謝が上がるとさっきの腸の運動もそうですけども良くなるとダイエット効果というか脂肪の燃焼効率が上がると、まあ、食べ物ではミネラルとビタミンを取るといいとかっていう、なんか食べ物でなんかこう気使ってるとかってありますか。ないですね、ただでも水分多く取るようにだとか、あとでもやっぱりお野菜中心が多いですね。あ、野菜ね、野菜好きですね。あ、なるほどね、はい、ゴーヤとか食べるんですか。ゴーヤもちろん食べます作ります。向こうはね、ゴーヤのなんかね、チャンプルとか、はい、あとヘチマも食べるんです沖縄は。ヘチマですか。ヘチマをちょっとあの、はい、スープにしてとか、そういう夏野菜結構出ます。あ、そうなんですか、はい、あのそういう沖縄の料理をですね、どうユンタクでしたっけ、お店がありましてですね、はい、私もちょっと行かせていただきましたけどとっても美味しいのがありましてね、はい、ハブ酒でしたっけ。そう、お酒もありました。私ちょっと車で飲めなかったんですけど一緒にいた人は美味しい美味しいって飲んでましたけど、結構あの度の強いあの泡盛につけるので、ハブ の中につけてるので臭みを取るためじゃないですけど、すごい強い度数の泡盛につけます、ね、元気100倍って感じです。そうです、もうアンパンマンの世界ですね。でいろいろ食べ物もねすごく美味しくてね。あ、そうですか、ね、いやぜひぜひ皆さんもネットで調べるとですね、はい、ユンタクでしたっけ、ユンタクで調べると出ますんで、まあ、ワンポイント情報ということでお願いしたいと思いますね。はい、そしてまあ今後の夢ですか、夢はどんな。そうですね、私のモットーが生涯現役っていうことをすごいモットーにしているので、できる限りお仕事はずっと続けていく体制をずっと保っていきたいと思ってます。なるほどなるほど、まあやっぱりね、とてもおばあちゃんになるとか見えないな本当に見えないです。参考になるよね、はい、若い人が綺麗なのは当たり前なんだから、はい、やっぱり、まあ、別に若くないって言うんじゃないですけど、うん、こうやっぱり姿勢とかね、やっぱり笑顔とかにじみ出るのが綺麗だよね、うん、やっぱりこういう風に皆さんなりましょうということでお願いします。だとそうですね、好きなこととか趣味とかっていうのはどんなことがあるんでしょうか。好きなことと趣味はやっぱり本読んだり映画見たりするのが好きですね。自分の時間だとか、あとアロマを焚いたりだとか、うん、そういう風に自分の中でゆったりする時間が好きです。なるほどね、やっぱり人生充実できる時間があるとね、やっぱアクセクこう割れて生きていくよりはね、うん、そういう時間をちょっと作るだけでもやっぱり中の気持ち的にもね、そうですね、違ってきますよね。メンタルがねやっぱり大事なの、なるほどね、皆さんそうするとこういうふうに綺麗になると思います。ぜひぜひやっていただければ。そしてここで突然のサイコロタイム突然サイコロタイムいっちゃうのね、この番組のところでなぜみたいな感じで、ですね、フリップ出てますでしょうか。
サイコロを振っていただきましてですね、出た目を答えていただくということでですね、フリップ出てますね。1番が私の健康法、2番が初体験の話、3番がびっくりした話、4番が嬉しかった話、5番が恋バナですね、で6番が恥ずかしかった話ということでですねラジオではまたいい番号を出していただいたんですけど番組的には2番5番初体験恋バナを押しております。でガチでということですね、このサイコロ見えますかね、白と緑と赤と3つありますので、これのどれかを見えますか、これのどれかをしていただくということで、何色しますか。赤でお願いします。赤でいきますか、はい、はい。じゃあここ映りますかね、大丈夫ですかね。じゃあここで、はい、いきますよ。何が出るかな、タラララララタラララ、はい、4 惜しい、もう一個いけばこうだったんですけどね、もうことって感じでいかないでしょ。4番は嬉しかった話ですね。嬉しかった話、はい、じゃあなんか嬉しかった話をお願いいたします。嬉しかった話ですね。そうですね、あのうちの娘が結婚をした時に、 そうですね、その時に私がドレスをデザインしたこと、あ、それを着て結婚式を挙げたことですね。あ、素晴らしいですね、はい、じゃあドレスのこういうデザインで、デザインを後ろこう長くこうなってる感じ、ヨーロッパに、ニューヨークに行ってブライダルフェアでデザイナーさんの人に会い、もう見てるとみんな同じに見えてくるのでどうしていいか分からなくて、一緒に、うん、あの考えてデザインを作ったんですね、うん、したら仮縫いの時に娘がいろいろごてごてつきすぎって言われて、うん、ちょっと却下され、シンプルになったんですけども、それをな結婚式に来てくれたときすごい嬉しかったです。そうですよね、はい、やっぱり自分でデザインした話をね、はい、そういう風にね、うん、いや素晴らしい話いただきましたゆうちゃんのドレスはママさんの、ね、デザインということでね、はい、もう特別情報でございますありがとうございました、はい、ね、でこちらの番組ですね、プレゼントコーナーというのがありまして、はい、視聴者の方にプレゼントをですねサインを色紙いただいて、はい、よろしいでしょうか、はい、ね、じゃあこちらの前、じゃあ茂木さんお願いいたします。じゃあサイン色紙をチョコの前で、はい、ここで書いてるぞというのが分かるようにしていただきます、ね、はい、その間にちょっと告知をさせていただきます。この番組ですね、このワンポイント健康レッスン、こういう形で、本がですね出ております。全国の書店、いろんなところで Amazon でも買えますので、ぜひぜひ購入していただければなというふうに思います。ですね、ワンポイント健康レッスンですね。それともう一つですね、最近本が出まして、頭痛を改善するなら全国で有名なよりすぐりの治療院へという本が出ました。この本はですね、頭痛とかね、首からくる頭痛とかっていうのもあるんですけど、そういうのをどういうふうに先ほど言った神経の解放することによって神経のコンプレッションノイロパチーって言って、いわゆる神経圧迫症状による痛み頭痛を取ることができる治療院はどこですかというので選んでいただきまして、本屋さんで並んでおりますので、もし機会がありましたらぜひ見ていただければなというふうに思います。ということで言ってる間にできましたので、こちらですね、はい、こういうちょっと見えますかね、こんな感じで素晴らしいサインをいただきました。あとでちょっとコマーシャルの時もう1枚書いていただきますので、2枚ですね、ぜひぜひ、応募していただければと思います。応募は後でまた告知のコーナーがありますので、そちらでよろしくお願いします。ということで、いろいろお聞きしまして、はい、深いところまでグイグイいっちゃってすみませんでした大丈夫でしたか。大丈夫です、ね、ちょっとここでコマーシャル入らせていただいて、後半はですね、また先ほど言ったブレがどうなるかというのを一緒に見ていただくということでやりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、じゃあここでちょっとコマーシャル入ります。
後半はですね、ブレるメカニズム、先ほど姿勢のお話しましたけれども、そういうのをちょっとやっていきますので一緒に見ていただければなと思います。じゃあモデルの茂木さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でまず、まず立っていただきまして、体全体映ってますかね、こういう形でですね、今体見えると思うんですけども、先ほどのフリップがありましたね、ちょっとフリップ出せますでしょうか。出てますかね。今フリップの一番、フリップが出ましたかね。フリップのですね、一番今立ってる姿勢ですね、まあ、こういう状態ですね、これですね。でフリップのちょっと膝を曲げた状態、膝を45度まで、そう、この状態、この状態、今フリップからじゃあこちらの茂木さんの画像に行ってますでしょうか。戻してもらいましたでしょうか。今この状態は骨盤が45度まで、この状態はここのねじれは起こりません、起こりませんね、大丈夫ですかね。でここからですね、じゃあ今度座りましょう。座って今こう座りましたね、こうやってね、この座った時に今この骨盤の股関節が45度からここだけで動かなくて、この骨盤が後ろにねじれるんです、うん、今ねじれてるんですね、こうやって、この状態が今座ってる状態です。でこの状態で例えばパソコンやったり書き物したりとかするときに、手をこう前かがみになって、こうなんか手を前に出して作業したりとか、こう前かがみになってこうで、この状態は今これで体がこう前に行ってるわけですね。そうすると骨盤が後ろにねじれて背骨が前に行くと、ちょうどここの関節が先頭見えてますかね、ここの関節が出てるんですね。でこの状態で足を組む、そうするとこれがもっと上上がるわけですよ。そうするとこの骨盤がもっとこうねじれちゃう、そうすると今度ここの骨盤がこれが後ろに行きますよと、でこれが前に行きますよと。一回じゃあフリップの方をちょっとやっていただきますでしょうか。フリップ出ましたでしょうか。フリップの、今、赤くなってる骨盤ありますね、あれが左側の3番目と4番目の姿勢、これがブレてしまう姿勢ですよということなんですね。じゃあちょっとまた元の絵に戻していただきましょうか。茂木さんの絵戻りましたでしょうか。今この姿勢ですね、よくデスクワークとかやるときこういう姿勢になっちゃったりとかすると、ちょっと辛いよね今までね、モデルさん大変だと。特にこれが骨盤がこういうふうにねじれる、よく覚えておいて、また骨盤が後ろに行って背骨が前に行くと、でこれが前に行くと立った時でも今度は骨盤が後ろにねじれた状態になったままになってしまうと、うん、ちょっと一回立ってもらっていいですか。でこの状態で普通は骨盤がこういうまっすぐな状態になるんですけど、これがこういう状態のままになってしまうということですね。で後ろにねじれると股関節が上に上がるので足がちょっと短くなってしまうと、そうするとかかとのブレも起きてくるんですね。まあそういうのをですね、今こういうブレのメカニズムをご説明しましたけれども、これをどういうふうに骨盤を戻していったらいいかというのは骨盤の矯正がありますので、それをちょっと今ベッドを使って実地をやりたいと思います、ね。じゃあここでちょっとワンクッションコマーションを入れていただいて、また実地に入ります。じゃあここでちょっとコマーションを入れます。Thank you.
はあの骨盤のブレるメカニズムをねちょっとお話したんですけど、これからですね、そのどういうふうに戻したらいいかというのをちょっとやりたいと思います。じゃあ出来さんよろしくお願いします、はい、じゃあまずうつ伏せになってください。彼女の場合は右と左では右足がちょっと短くなってます。カメラさん映りますかね、こういう形でかかとの位置を見ると右のかかと見れますか、はい、ね、こっちがちょっと短くなってますね。くるぶしを見るとよくわかりますね、はい、こういう感じでね、右が短い、はい、この右が短いメカニズムはどういうことかというと、骨盤がこう後ろにさっき座っててねじれちゃって、逆にこれをこういうふうにしてあげればここ伸びてくると。ちょっとこっち見ててくださいね、はい、骨盤をですねこうやって伸びた、すごい、わかります、はい、これをこうやってると伸びてくるんですね、こうやってかかとが、カメラ分かりますかね、伸びてるの分かります。要するに骨盤がこうなってるから、これをこういうふうにしてあげると、で、こういうふうにずれないためにはどうしたらいいかっていうのをちょっとやっていきますので、はい、まずこれで戻すという方向が、こうねじれてるからこう戻して伸ばしてあげるっていうのがまず一つですね、これ一つです、はい、で、矯正する場合があるので、ちょっと横見てください。こっちですか、うん、手伸ばして、で骨盤が左右両方やりますけれども、こう後ろにこうねじれちゃってますので、これを前に戻してあげるということをねちょっとやってみます。天井見てね、こう引いて、あっ、反対向き、向こう向き、でそっち向くと俺奥行かなきゃならないから、こっち向きになってます、見やすいように、そう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 、でこうやって今この足がこうなってますね、はい、これをこう戻してあげる、この骨盤のところを押さえて、見えますかね、こうしてこういう形で骨盤のブレをこう戻してあげる、これはまあ治療法、さっき足骨盤ねじれを戻して、要するにずれてる方はずれてると反対の方向に持ってあげれば伸びてくるし、伸びた分だけ体は背が伸びますので、矯正した後は1センチは背が伸びます、ブレてれば、まあ、ブレてない人は伸びないですけどね。それでご自分でやるときはどうしたらいいかというのを、ちょっと立ってもらっていいですか、ちょっとベッドの向こう側に行ってください。で、先ほども横向きになってもらって、骨盤がこうずれてるって言いましたよね、後ろがずれてるね、だこれをこう戻せばいいわけですよ、戻せば。だどうやったらいいか、右足前に出してください、右足前に出して、もうちょっと左足後ろにして、で今骨盤がこうなってますから、こういうふうに戻す。で、後ろに出した足のゴリゴリ出っ張ってる骨のところに親指で押さえていただいて、ね、で後ろの足は伸ばす。前の膝を曲げて、グッと押す。戻す。グッと押す。この時に体をこういうふうにねじったりとか、こういうふうにねじったりして、必ずまっすぐな状態にして、要するに直角ですね。肩は水平にして、足は前後面にして、これでグッと押す。戻す。この時に体を前に曲げたり、後ろにやったりしないで、上体はこのままで、骨盤を親指で押さえて、前に戻す。これです。これですね。これ大事ですね。こう、仮にもこうなんなったり、こうなんなったりしないで、このままの状態で、こうです。こうです。さっき押して足伸びたじゃないですか。あれは骨盤を戻ずれてるのを戻してあげたから伸びただけであって、これも同じように自分で戻せるんですね。こういうのをやるとですね、体がまっすぐになってきますので、ちょっとワンポイントで覚えていただければなというふうに思います。ね、じゃあ、茂出木さんは告知の方をお願いください。ということで、はい、じゃあ真ん中に来ていただいて、はい、あっち行ったりこっち行ったりするんですね。まあ、こんな感じでですね、こういう番組をやってるんですけども、はい、先ほどのちょっとプレゼントの、告知のコーナーがありますので、先ほど告知いろいろ出してもらったんでね、それをちょっと告知させていただきました。じゃあ、茂出木さんよろしくお願いします。はい。それではプレゼントコーナーを説明したいと思います。まず一つ目、今日プレゼントがこちら、今日のゲストのファッションコーディネートの山田美香子さんのこちらサイン色紙ですね。こちらが2名様になります。こちらが1番ですね。で、もう一つこちらが是枝先生の本ですね。はい。こちら、ライスブックセンターさんと、あと紀伊国屋書店さんに置いてあるということで、あとアマゾンでも買えるということですね、うん、こちら売ってる本が実際にもらえちゃうということで大チャンスでございます。こちら1名様でございます。はい、プレゼントの宛先の方なんですけれども、
郵便番号 136-0072 東京都江東区大島 9-3-1-104 AIC 整骨院事務局是枝裕彦のワンポイント健康レッスンですね。こちら番組名も書いてください。そしてハガキの裏面にご住所とお名前とお電話番号とあと商品の番号ですね。こちらのサイン色紙が欲しいという方は1番と書いていただいて、こちらの本が欲しいという方は2番と書いていただきます。そして本日の日付の8月27日プレゼント係というのを書くのを忘れずにお願いいたします。あともう一つ書いてほしいものがありまして、キーワードを書いてもらいたいんですけれども、うん、キーワードの発表の方を是枝先生からお願いします。キーワードね、何がいいですかね毎回迷いますよね。毎回迷います。今日はそうですね、とても綺麗な方なんでビューティーということで英語ですか。そう、英語ですか。英語でカタカナでも結構ビューティーで、ね、はい、じゃあキーワードはビューティーでお願いします。こちら宛先の方なんですけれども、宛先などは AIC 整骨院グループのホームページでも確認できるので、ぜひそちらもご覧ください。それではご応募お待ちしております。じゃあ先生に返します。はい、ありがとうございました、ね、ということでぜひどしどし応募していただければと思います。貴重なサインですのでね、ぜひ応募してくださいねということで、まあこんな感じで番組やってるんですけど、今日はいかがでしたでしょうか。すごい勉強になりました。なりました、マッサージに行かなくても自分でマイセルフでできるんですね。ぜひ一度うちにも来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。なるほど、まあ、ぜひいろんないい情報はね、伝えてあげて、やっぱりさっきの彼女なんかも足伸びたりとかね、うん、ああいうふうにするとやっぱりまっすぐになってくるので、そうですね、それだけでもやっぱりその綺麗だけじゃなくて神経血管の巡りが良くなると代謝も良くなってくるんでね、うん、まあ、いい情報をこう伝えていきたいので、今後また何かありましたらよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうでしたか今日もさん。いや、ずっと山田さん隣にいたのですごい緊張しました。でもすごいいい匂いがするすごいいい匂いがする。いいんですか。目指したいと思います。まあいいよね、はい、その匂いは皆さん伝えられないですけど、いい匂いがするしかない。じゃあ、ひなちゃんどうですか。はい、なんかすごい、さっき思ったんですけど、身長何センチですか。170です。そうなんですね。それに今日ちょっとヒール履いているので。私70ちょっとなんですけど。そうなんです。山田さんの方が大きいです。ちっちゃいみたいなって言ってるわけじゃないんですけど、はい、まあそういうことでね、はい、とてもやっぱりスタイルいいから、うん、まあ、背も高いそうですけど、左右のバランスもいいしね、まあ、そういうのってとても健康にもいいと思うので、まあぜひこういうふうなお手本としてね、はい、いい見本になっていいと思います。まあこのようにですね、皆様にいろんないい情報をお伝えしてですね、一つでもまあ良かったな、笑顔できるかなというふうなことをね、ポリシーに番組やっております。また番組続きますので、ぜひぜひまた見ていただければなというふうに思います。今日はこれで終わりになります。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。これで終わりになります。さようなら。